はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、プラレールアドバンス E3 系新幹線トレイユです。これ結構前に出てましたね、プラレールアドバンスのトレイユ購入しました。買ったのも実は結構前だね。本来はですね、ちょっとこれ乗ろうかなと思ってたんですよね。乗ってから、ですね、動画撮ろうかなと思ったんですけど、結局ですね、予定が変更になって、こっち方面に行かなかったんですね。結局軽井沢の方に行って、で、その帰りにですね、E2 系新幹線には乗れたんですけどね。そちらの動画はありますけども、いずれですね、この E3 系新幹線トレイユにも乗りたいですね。乗ったらですね、またこの辺にカードかなんか出すか、もしくは、動画の説明欄にリンク貼っておきますので、リンクがない場合は、まだ乗ってないんだなって思ってください。はい。では早速開けていきましょう。プラレールアドバンス、すごい久しぶりだよね。このトレイユ、連結仕様ですよ。おー、かっこいい。はい、こちらが E3 系新幹線トレイユですね。ちゃんとトレイユのロゴ入ってますね。素晴らしい。いいね。いい、かっこいい。ここがさ、ブルーでね、こう緑のラインが入ってて。かっこいいね。かっこいい。そしてですね、この鼻の部分が取れるようになっていて、このですね、連結パーツをセットすれば、E2 系新幹線とか、いろんな新幹線とつなげることができるね。とりあえず今回は連結せずに発車してみたいと思いますね。はい、そしてこちらが動力車ですね。あ、パンタグラフが赤い。ほんとだ。ねえ、こんな風になってんだね。今回のこのトレイユはですね、ACS 対応なので、リモコンで操作することができるんですけども、とりあえず今回はですね、そのまままず電池を入れて発車してみたいと思います。はい。エンジン君、それでは発車してみてください。はい。ほいっと。早い。お、いいね。はい、それでは E7 系も発車してみてください。はい。いいね。おお、すれ違った。走れなかったよ。はい、ということで今回はプラレールアドバンス E3 系新幹線トレイユでした。